どうしたらいいんだ。かわいい。これは今サンリオキャラクター大賞で出てるヒキララちゃんです。多分ぬいぐるみ界で一番バランスが難しいサンリオキャラクターがキキララちゃんです。かわいい。待って、そうじゃん、めちゃくちゃゼロポジとかぶせちゃった。ちょっと15分だけやります。15分だけやって切ります。え、ゼロポジってめちゃくちゃ出てるのに、ごめんなさい。30分まで、どうしよう。え、どうしよう、両方見てください。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。10時半からだとね、ちょっとあれなんですよね、どうしよう。ちょっとごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。みんなゼロポジを見てください。すごく反省している。お部屋なのでね、ちょっとテレビがねないんですよ。本当にごめんなさい、どうしよう。もう川島が映ったタイミングでみんな報告してください、じゃあ。どうしよう。あ、今ゼロポジが見れないと言っている皆さんへ。私が来月5月1日に中田香菜さんのトップ目取れるかなっていう番組に出演させていただいていて、すごくありがたいことに絶対ファンの皆さんには見ていただきたい回となっているので、そちらの方も見ていただきたいので、ぜひ今見れないよってなってる方はぜひTBS チャンネルさんの方に加入していただけたら嬉しいです。みんな見てください。そうです、麻雀番組に中田香菜さんの、大好きな中田香菜さんの、本当に今めっちゃグッズ見せたくなったけど多分ダメなんですよね。そう、中田香菜さん大好きな方の番組に出演させていただいていて、私のファンの皆さんには絶対絶対本当に絶対見てほしい番組なので、そう、本当にあのね見たら分かると思います。絶対に見た方がいい、見てほしい番組です。契約してください。そう、そういうことですね。くしゃみで、そう、そう、絶対に見たら意味がすごくわかります。絶対に見た方がいい、見てほしいです。そう、よろしくお願いします。そう、5月1日なんですよ、放送日が。思ってたよりもなんか、そう、もっと自分的にはもっともっと先の話かなって思ってたんですけど、思ってたよりやっぱコンサートもあったので、パッて、思ってたよりパッて時間が過ぎて、もう残り1ヶ月を切りました。ぜひ皆さん見てください。かわいい。これ最近出たネームバッジです。
これめちゃくちゃ可愛いので、なんかこのネームバッジ後ろにシールがついてて、自分でそのそう名前をこうねできるバッジなんですけど、でもねキキララちゃん2人分を買ったら、なんかどっちをどうしようか、なんか自分の名前をつけて貼るにしても、なんか自分のどっちを自分の名前にするかみたいな問題になるじゃないですか。だから多分使わないで飾ります。これはせっかくキキララって書いて貼ります。そうっていうのが悩みです。これ新商品ですね。なのでちょっと自分用に自分の名前作るようにもう一個買うか、くるみちゃん買うか迷ってます今。せっかさ川島がララちゃんかキキくんでどっちかで作ったら、ファンの皆さんがその作ってない方で作ったら可愛い？そう可愛いですか？でもどうしよう。そしたらさ、みんなキキくんここにさつけて私ももう名前も覚えやすいし、まあ多分覚えてるんですけどね、初めて来てくださった方とかも名前名乗らなくても、まだ名前名乗ってない人とかもわかるどうしよう。でもねなんかね、どっちが好きとかないんですよ私本当に。どっちも好きなんですよね、キキララ。だからね難しい。あとこれ英語なんです、アルファベットなんですよ。だからあのめちゃくちゃアルファベットにするとめちゃくちゃ名前が長い人は難しいあと英語苦手な人は難しいあ、本当に待って待って、ゼロポジのことめちゃくちゃ思い出した今。唐揚げ弁当にねついてね、すごい一個ねどうしても言いたいことがあって、唐揚げ弁当の時に私めっちゃなんかその後にもなんかねうん、目がね上の空だったよって言われたんですけど、別に上の空だったわけじゃなくて、ちょっとねあのそう番組のことでちょっととあるところを見てたらなんか来て、あなんか次に自分来るかなと思って、なんか来るかもしれないなってちょっと思いながら、でもどこでなんかどこで自分は行けばいいんだろう、どうやって話せばいいんだろうってすごい考えてたら来てそうなんかね、そうなんです。なんか私その番組の収録前にもう本当に一日中なすなかにしさんのことを調べてて見てて、でなんかすごい私芸人さんがすごい好きなんですよ。笑い芸人さんがすごい好きで、 YouTube とかも結構笑い芸人さんのちょっと見てるんですけどなのでなんか見始めたらすごいなんかいろんなネタとか見たくなっちゃって、どん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 その調べていってたんですよ。そしたらそう思ってたより早く敗退しちゃったから、あ自分のその調べてきたものを全然活かせなかったなと思って、でなんかチャンスだったら言おうって思ってたんですけど、どうしようどうしようどこだろうって思って、あ
今かもしんないって思ったんですけど、ちょっと違いましたそう、好きな芸人さん本当にいっぱいいるんですけど、そうでもね、やっぱラランドさんがすごい好きなんですけど、ラランドさんっていうあの最近ね事務所を設立されたあの上智大学を2回退学された西田さんと広告代理店で働いてらっしゃるさんやさんっていう2人のお笑い芸人さんがいらっしゃるんですけど、すごい好きで、でそのさんやさんが最近新番組が始まったんですよ。でそれを見てます最近。そう、めちゃくちゃインテリの方々なんですよ。上智大学ってすごいじゃないですか。でさやさんは上智大学を卒業されてて、石田さんは2回退学されてるっていう、すごいなんか本当にすごいね方々です。あとねニューヨークさんも好き。ニューヨークさんを見てると、ニューヨークさんの YouTube チャンネルを見てると、すごく芸人さんのことが知れます。関係性だったりとか、なんかこういう漫才をされてる方とか、そういうことを知れます。そう、あ、空気階段さんはめちゃくちゃ好きです。空気階段さんはコントめちゃくちゃ面白くて、あのネタで一番好きな芸人さん、コントで一番好きな芸人さんは空気階段さんかサンドイッチマンさんが好きですね。めちゃくちゃ。あとは漫才はやっぱラランドさんめちゃくちゃ面白いですし、あとアルコ&ピースさんも好きです。そう、犠牲さん単独ライブね、すごい、本当におめでとうございます。なんか知ってたわけじゃないけど察してましたサンドイッチマンさん本当に大好き、面白い。そう、アルコ&ピースさんは YouTube チャンネルもあるので、スニーカー好きな方とか面白いかもしれない。そう、わかんない。ジーパンパンダ知ってる、知ってます。そう、面白いので、そうご一緒に。ホタテはいかがですか。あと千鳥さんも好きです。愛席食堂めちゃくちゃ、我が家が一番流れてるテレビが愛席食堂です本当に一時期もう本当になんか朝起きても愛席食堂流れてるし、なんか夜行っても愛席食堂流れてるっていう時があるぐらい本当に家族みんな好き。そう、あ、いつか配信中ありがとうございます。時々メールの字が小さいのはなんでなんだろう。え、そうなんですか。え、待って、もう15分経った瞬間そういうことですよね。ごめんなさい、そう、ごめんなさい、本当にどうしよう。そう、そうなんですよ、15分経ったらやっぱりもう、あ、今からジーナさんの卒業コンサートの
夜公演のお話がまだできてなかったので夜公演のお話をしたいと思います。夜公演ですよね。あとそう、夜公演は1曲目がウッホ合ってますか。タイトルがね、この歌すごい好きなんですけどタイトルが一生覚えられない、ウッホウッホホなんですけど、これはなんか以前ショールームの配信をさせていただいてる時にコメントで、あのランランさんのゴリラはなんかどこまで知ってたんですかみたいなコメントがあったんですけど、あのランランさんがゴリラをやるってのは知ってて、でなんか演出も本当にギリギリになってなんかあの形になったみたいな感じだったんですけど、でもあのゴリラ語を喋るのは知らなかった。ゴリラ語を喋るのは本当に知らなくて、なんかそういう特殊な被り物は知らない、そうなんか特殊な声が聞こえ、なんか聞こえるのかと思った、自分にだけ。でもなんかすごい緊張してたから、なんか自分にだけそういう声が聞こえるのかと思ってたその自分がそのウッホの世界観に入りすぎて聞こえるのかと思ってちょっと焦った。でも私本当になんかね、前日にそのリハーサルしてる時にいろいろなんかこれもやりたいみたいな、こういう感じにしよっかってなってるのがなんかそういう感じだったんですよ。だからバナナとかもバナナ食べるの知らなかった、あの前日に決まって、私はバナナ食べるんだって思ったでその次が青春ガールズですよね。青春ガールズはもうやると思わなかったから、最初は青春ガールズ入ってるよってすごいみんなで話題になったんですけど、そうです、なんか年少組の主に青ガに出てた8期生さんとかが上に立ってましたね。あと9期も何人か立ってましたね、上で。そう、でもその青春ガールズってその結構出たことがある先輩が多い公演なんですよ。シャッフルも一時期やってたので、なのでなんかすごいやったことない先輩方がいて、青ガに苦戦されてる先輩とかを見るとなんかすごい不思議な気持ちになりました。なんかもう私たち9期生とかにとっては本当にもう入門書というか、もう本当に入ってすぐに覚えた公演なんですよ。だからもうやりますって言われてもなんかもう体に染みついててなんか何ポジかやらせていただいたりもしてるので、なんかもう音が流れたら踊れるみたいな、反射神経で踊れる感じなんですけど、なんかその須田さんとかかなやったことなくて、なんかもうその振り入れの普段その振り入れの時、振り入れに参加するメンバーって基本的に9期生とか10期生とかその気が若いメンバーの方が多いんですよ。でもその青春ガールズだけはすごいベテランの先輩方の名前がずらーって並んでてはあそっかって思いました。なんか不思議な感覚になってました
なんかみんなは知ってる、若い子は知ってる、若い子っていうか若いキノコは知ってるけど、あの先輩が知らないっていう振り付けがなかなかないので、なんか不思議な感覚でしたね、先輩が苦戦してるのを見ると。でもなんかセリフとかもそのすごいジーナさんのこだわりとかが詰まってて、ここはこうしたいみたいな で結構リハーサルからすごく楽しそうにジーナさんがいろんなお話をされてて、なんかリハがめちゃくちゃ盛り上がってましたね、リハーサルからっていう曲でした。あとはじき生さんがすごい嬉しそうでした。でこっからその青春ガールズが若い高校生以下のメンバーが、まあ、高校生以下というか18歳以下ぐらいのメンバーが、真ん中のステージに立ってるのに対して、その後の偉い人は大人のメンバーが参加するっていう感じの偉い人になりたくないでした。二十歳以上だったかな。そう、でもなんかすごいね、出たかったです、私は。やっぱ普段出てる公演の曲なので、あー、なんかリハーサルの時からずっともうめちゃくちゃ偉い人流れてる、出たいってずっと思ってました。そうで、偉い人もまたその出たことない先輩とかが結構いらっしゃる曲なので、すごい不思議な感覚で私は見てました。で、偉い人はすごい普通に大好きな曲なので出たかった。あとはなんかさやかちゃんとふさんがなんかりかちゃんと近かったらしくて嫉妬してました、私は。そうで、ブラックパールさんがやって MC で、 MC は泣いてるりかちゃんをこの距離で見てました。ね、まさか泣くとは思わなかったんですけど MC で。そうね、この距離でこの距離で見てて泣いてるけど、もうこの距離で見ることしかできないと思って見てました。そうで、でその後にユニットブロックに入っていったんですけど、私はそのユニットブロックの一番最後の曲のここにだって天使はいるっていう NMB48 さんのチーム N さんの曲をやらせていただきました。私はもともと48グループがすごく好きで、 SK48 も大好きだったんですけど、 NMB48 さんもすごく好きで、あの俺らさんっていうなんかなんていうんですか、ユニットっていうかその仲のいいグループみたいなあったりして、なんかその N さんはそういうそれで見てたんですけど、よくで、ここに伊達選手はいる公演すごく好きな公演なので、ここ展ができるってなった時にすごい、キミちゃんとかもすごい NMB さんが好きなメンバーなので、キミちゃんとかあと山本彩香さんにすごいあのが大好きな H 島彩香ちゃんとかにめっちゃできるね、ここってみたいな、すごいみんなで嬉しいねって話をしました。そう、結構なんか意図せずなのかわからないんですけど、すごい NMB さんが好きなメンバーがすごい多かったイメージです。そうで、天使なのであのいい人いい人詐欺の衣装を着させていただいて、すごいね嬉しかったし楽しかったし、あの衣装でなんかね前髪がめちゃくちゃ綺麗で嬉しかった、自分の
あの衣装を着るのは2回目だったんですけど、以前生写真で着させていただいたことがあったんですけど、そうあの衣装で踊るっていうのがなかなかなかったので、すごい嬉しかったですね。確かユナラさんだった気がします、衣装は。そうで、その後に初めてコンサート、大きなコンサートの MC に出させていただきました。時間の都合上全員でっていうわけではないんですけど、え、待って、時間もうない、もしかして。まだだよね。そう、時間の都合上全員が萌え台詞をできたわけではないんですけど、何人か萌え台詞をやってましたね。ああいう時はなんか自分がやるやらないので、なんかすごいなんか難しくて、なんかただただ可愛かったそうだし、里川さんはやっぱさすがだなって思って見てました。はい。で、そうでも MC ができるのは本当に貴重な経験だったので嬉しかったですね。はい。でその後にダンスブロックかな、ダンスブロックですか、てて、でで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 ダンスパートは、私はあ、なんかウザとギャラクシーオブドリームズとエスケープで全メンバーそれぞれ出たんですけど、私はギャラクシーオブドリームズ出させていただきました。ギャラクシーはチーム S さんのアンダーに出演させていただいてた時に、ダンスメドレーの後半組が踊る曲の一つで踊ったことあったんですけど、なんか全然なんかね、その時の感覚と全然違いましたね。なんか一から先生が振り入れしてくださったのもあって、私はその一番最初の振り入れの時に公演で出れなくて、めちゃくちゃもうもしかしたら振り入れができないかもしれないってなった時にめちゃくちゃ焦ったんですけど、1対1で振り入れをしていただけて本当に助かって、命拾いしましたそうで、ジンナさんのプロデュースのパーカーをと、あと靴も、靴もはい、スニーカーもジンナさんのプロデュースのスニーカーを履かせていただいて、みんなで踊りました。そうで、靴、そう、なんかウザで、これは余談なんですけど、ウザで待機してる時に真上で音玉っていうなんかバーンみたいな、その特殊効果みたいなのが上がるってなって、でもなんかそれがもう本当に待機してるところの真上なのかなって思う位置だったんですよ、っていうぐらいの大きさでなったんですよ。もうね、リハーサルの時私たち何も知らなかったんですよ。でこうやって普通に「あっ、嘘始まる」とか言ってみんなでこうやって見てたら、もう何も知らなくてですよ、もうバーンってなって、なんか耳大丈夫かなってなってみんなでビビり散らかしまして、本番も「来る」って言って、みんな本当に「うざ」が始まる前からずっとこうやって一生懸命鼓膜を守ってて。でも
いざパンってなったらもうそのこれ塞いでる耳の奥の奥までバーンってなってしばらくなんか耳の感覚がなかったそれぐらいびっくりしましたね。やっぱ最前の方とかすごいビビったんじゃない、びっくりしましたよね絶対ね。すごいもう怖かったみんなみんなめちゃくちゃいいリアクションしてましたそうっていう余談です。そうね、びっくりしたよね絶対そうで、そういうのがありました。でギャラクシーはなんかなんかね、もしかしたら3曲の中で一番簡単って思われるかもしれないんですけど、なんかね思ってる以上に振りが、その振りの数が他の曲に比べて少ない分、そのすごくなんか一つ一つに対してすごいなんかなんていうんですかね、多分どの曲のでもそうなんですけど、ギャラクシーはなんか特にすごいあの一つ一つの動きにごまかしが効かなかったですよ。だから癖とかあったら多分すぐ分かるような曲なので、すごい緊張しました。そういう意味で緊張しました。そう飛んだりとかもないので本当になんかなんかなんていうんですかね、本当に間違ったらそれこそもう多分全部見えるじゃないですかっていうドキドキがありました。でもそうですね、そうだから私最初あとフォーメーションが意外とすごくあったんですけど、私はそのフリーレに参加できなかったので、初めてフォーメーション入った時にめっちゃ迷子になったんですけど、本番は迷子にならなくて本当に良かったですそうこれでもねゆずぱさんと一緒で、花田さんとも一緒でっていう、なんか楽しいギャラクシーでした。楽しいというかあんまりね、踊るギャラクシー単体で踊ることが少ないので、それ踊れてよかったなって気持ちです。でその後にビンとかふわゆあって、強き者よですかね、強き者よ、強き者よですよね、強き者よがあって、ファンの皆さんもびっくりなんじゃないでしょうか。一期生さんが、一期生さんの卒業生の方が来てくださいました。で一緒に踊らせていただきました。もうね特にファン出身のメンバーはリハーサルの時からなんかもう、丸々さんだよねみたいな、そう私服だったんですけど、丸丸さんだみたいな、もうみんなドキドキしてましたそうみんなってなってましたそうですね、ね、でも本当に私は話せなかったんですけど、私は本当にただただなんかなんて言うんですか、その握手会に行ってましたとかあると喋れるんですけど、中坂さん、はい、中坂さんの一期生さん T シャツを着てたのはたまたまじゃないです。中坂さんが一期生さんの一期持ち T シャツ着てたんですけど、あれは確信犯です。ちなみに言うとたまたまじゃないあれは一期生さんが来そうなリハーサル全部来てました全部来てました。だからふさんが洗濯してるって言ってたそうで、なんか自分からその
話しに行く時のためのやつじゃなくて、人に話しかけてもらうための T シャツでした絶対。そうで、なんかその見事にその美恵子さんかな、佐藤美恵子さんが確か話しかけてくださって、なんかニコニコしてました。そうそうです。でも洗濯はしてると思いますよ。ふさんはなんか中坂それ洗濯したみたいな言ってましたけど、してるとは思います。そうで、ゆきせいさんと踊らせていただいて、でそっからあれですよね、ごめんねサマー、6期生さんのごめんねサマーだったりして、で私と9期生と10期生で賛成かわいいをやらせていただいたんですけど、なんか6期生さんのごめんねサマー見ててすごい泣きそうになりました。なんかすごいリハーサルの時からずっとなんかすごい楽しそうだったんですよ。でなんかすごいね、見てたらなんか泣きそうになりました。なんかさきさんが卒業されるのもあるし、影その待ってる時にずっと見てたんですけど、なんか泣きそうになりましたね。やっぱり棋聖さんの凄さをもうすごく感じましてっていう、なんか勝手に6期生さんは本当にすごい先輩ばっかりでね、なんか泣きそうになっちゃいました。そう、6期生さんは本当にすごいかな。そうで、その後に賛成かわいい9期10期やらせていただいて、9期は結構賛成かわいいをいっぱいやらせていただいてるんですけど、なんか踊るたびに楽しいなって思う曲ですね、すごく。あとあんなに前の最初の歌割りを歌わせていただくのも初めてだったのですごく嬉しかったですね。そうで、その後にバンザイヴィーナスがあって、バンザイヴィーナスはなんか基本的に2人ペアとか4人とかでペアみたいな、ペアっていうか4人でなってるんですけど、私と池田と青木里香ちゃんが3人だったので、なんか3人でリハーサルの時その4人前提で進んでいく話についていけなくておどおどしてました。でもちゃんとできてよかったです。そう最初の2人の部分とかもなんかどうしたらいいんだろうって思ってて、もその話が進んじゃってなった。そうでもバンザイヴィーナスもね、やっぱ踊るたびに楽しいなってすごい思う曲ですね。そうで、待ってください、ちょっと時間がないみたいなのでちょっと頑張って喋りますね。でバンザイからの大声ダイヤモンド、大声ダイヤモンドは初めて踊りました。 SK48 は結構そのジュリナさんのセンター、初センター曲っていうのもあって結構踊ってるイメージはあるんですけど、私たちは初めて踊らせていただきました。そう難しいですね。でもフルだったのでなんか自分がずっと聴いてて、あ、大声ダイヤモンドなので、まあ、全部そうなんですけど、ずっと聴いてた曲って言ったらなんか大声ダイヤモンドはもう本当に世界中の全員が好きな曲じゃないですか。だからすごくなんかできてよかったし嬉しかったし楽しかった曲でした。好き好きってやってた。で、最後というか恋落ちフラグをやりましたね。恋落ちフラグは夜は昼は
ワンハーフだったんですけど、夜はフルでやらせていただいて、そうですね、フルでそれぞれのチーム MV 撮影の時と同じチームで踊るっていうテーマみたいなあって、私はまあ昼も夜も可愛いチームを踊らせていただいたんですけど、そうなんか可愛いチームですって出てくるのちょっと恥ずかしくて、なんか次可愛いチームの子とか言われて出てくるのすごい恥ずかしかった。そうでもね、なんか可愛いチームですって出てくたびになんかすごいちょっと嬉しい恥ずかしいな気持ちになりますね。そう昼はね、お昼はなんか違うチームの人が踊ったりもしてたんですけど ね、ガム専門チャンネルが更新されましたね、通知も来ました。そうちょっと嬉しかった。そうでもこういう G フラグをフルで全員やるっていうのは本当に MV 撮影以来だったので、なんか嬉しかったですね。このシングルに自分が関われたっていう、表題曲に自分が関われたっていうことがなんか改めてすごく感じられて嬉しかったです。はい、こっからもしかしてアンコールですか。アンコールは明日に撮っときますね。じゃあ好きって言葉は最高さ、ルンルンルン、感情吐き出して、アンコールは次に明日に撮っておきます。みんな覚えててくださいということで、そうその余談なんですけど、違う話なんですけど、昨日おしゆきさんのチャンネルが更新されて、ガム専門チャンネルという存在が明らかになりましたね。なのでこれはさやかちゃんとおしにいさんにどうしてもガムをあげたいっていう、なんかいっぱいガムをなんか不思議なガムとか見つけたらぜひ渡したいみたいな話をしてて、そうで、でそれでそのリハーサルの時に渡させていただいたんですけど、そう本当に可愛いんですよおしりんさんって。だからなんか寝る前に見て、今日もおしりんさんがガム食べてて可愛いなって思って寝てました。癒されて寝てました。本当におしりんさん本当に。そう渡させていただいたガムも動画内で使っていただいて、その度にさやかちゃんと今日のガム専門チャンネルはね、差し入れさせていただいたガムだねみたいな話をしてました。はい、そうなのでぜひ皆さんおしりんさんのガム専門チャンネル見てください。そう昨日もねその話をおしりんさんとしました、さやかちゃんと。すごくおしりんさんは優しくて可愛くて大好きな先輩です。ということで皆さん今日もショールーム見てくださってありがとうございました。そう今日ねちょっとねいつか更新しなきゃって思ってたインスタグラムを一気に更新させていただいたので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして恋打ちフラグの現地でお話し会が19日までに、5月1日と5月2日分が19日までになっているので、ぜひ皆さん会いに来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。